はい、どうも、ロトレです。じゃあ、また、ファイナルファンタジーの究極縛り、戦う魔法コマンド、禁止プレイの方、再開しています。前回は、ミシリアの洞窟を攻略して、今回はですね、クリスタルロッド入手したんですね。で、今回は、津波に飲まれて、リヴァイアさんの体内に入るようなところですからね。あれから一応、また、金策や、成長させて、回避率、多分11ぐらいだったのを13まで上げましたね。もう回避率、魔法防御揃ってますね。13、13、13。回避率も魔法防御も13、13、13、13、13、13で、魔法防御のパーセンテージの方が、47、59、50。これは、まあ、6回、7回前後ぐらい、魔法の、魔法攻撃を回避ぐらいできる、一応期待値はあるんですけどね。結構食らうんですよね。で、まあ、レベル7ぐらいの魔法をちょこちょこ、石化とか、合気前だからこの前食らいましたよね。まあ、ただまあまあ、まあ、悪くない数値ですとは思いますね。これがまあ、魔法防御のパーセンテージが 70%、80%、90% までいけば、かなり、自力で魔法を普通に回避。耐性防御、リボンのような、ちょっと卑怯臭いことをしなくても、ガチで、底力で魔法を回避できるようになるんで、多分これが上がってれば、クワールからフルヒットで打撃を食らっても、即死も免れるっていう感じの、結構これもこれで大事な部分なんで、まあ、回避率が大事なのはもう誰でも知ってるんですけど、この魔法防御を地道に成長させるっていうのは、ある意味やり込み要素っていうか、これはね、きっちりやらないと成長しないんで、あ、まあいいか。ぐるぐる話してるとまだ長いんでね。で、金策もしたんで、いろいろ本とかも増えてますね。よし、じゃあ、あれ？ああ、はい。津波の方に行きたい。津波に飲み込まれて、リヴァイアさんの。体内の方に入っていこうかなと思います。で、この辺はアニメーション音源は多分 PS1 の使い回し、流用のはずなんですけどね。さて、行きましょうか。で、レイナがいいな、いいと。これダメージ上げてるときは確か敵が出ないんでしたっけか。逃げれるのかテスト。おっと逃げれるのか一応。逃げれるんだね。逃げれるのね。ああ、ねじり鉢巻き。魔法、さっき、それこそさっき言ってた魔法防御のパーセントを上げていきたいんで。上げたいけど。うわー、金の髪飾りと被るんだ。ちょっと待ってね。害が、50%が、45落ちる。ダメだ。やっぱ金の髪飾り優秀だな。残念ながら諦めます。そしたら、あれ、ちょっと待てよ。そうだよね。頭だよね。で、力出す気。まあ、魔法干渉がちょっと気になるけど。47、59。じゃあ、やっぱこいつだな。まあ、パーセント上げていきましょう。52%。よし。まあ、ちょっとね、魔法干渉あるんでしょうけどね。もちろん逃げれたと。魔法干渉は、まあ、後でじっくり調べましょう。今はちょっとすぐは調べられないんでね。で、バンバン逃げていきます。なんかあるぞ。パワーリスト。ちょっと待ってよ。それこそさっき言ってた、50%、
こいつか、50%。まあちょっと重さ持ったりする、まあ魔法干渉だけちょっと気になるけど、52、59、55%、あんま上がってないね。あんまり上がってないのはちょっと気になるけど、まあいいや。あんまり上がってないね。 5とかしか上がってないんだな、多分。アルティマの本、仮面は知らないとして、ミシギア、女神のベルは知らない、龍騎士、龍騎士、飛竜、こんなもんかな。なら、アイテムですね。クリスタルロッドでしょう、これは。はい、リチャードが仲間になったと。で、まあやっぱり一応ね、アイスシールドでもつけてあげてと。で、この辺は売ってお金にしましょう。まあ一応つけておいてあげようか。で、おお、99%、すごいね。いいじゃない、いいじゃないのこれ。99%ならまあ一応入れといてあげようか。後ろで入れといてあげよう。で、セーブもしようかな。で、まあ行きましょうか。さて、ダイヤシールドを取りましょう。これが逃げれるかテストですね。同じの8か。まあまあいいや。逃げれるかテスト。逃げれると。逃げれるかテスト。逃げれると。で、下ダイヤシールド守ってた誰か。あっ、そう、めんどくさいの来たけど、まあまあ4人いるから。でも先生からムカつくねまあ4人で、こいつらね、本当に現段階ではこれ戦う魔法禁止だとね、現段階ではこのホーリー以外の攻撃手段がないんでね、ほんとね、こいつら金かかって、こいつらと戦うと金がかかってしょうがない。さっさと倒してしまいましょう。確か540ぐらいだったかな、一人で。だから3、4ターンかかりますよね。で、ダイヤシールドも取ったし、ダイヤシールドは何かの耐性持ってたな。今ダイヤ調べようかな。何の耐性があるのかな。ダイヤシールド、いや、ダイヤも稲妻、あ、稲妻か。稲妻だね、いいね。稲妻を防ぐ。稲妻を防ぐか。じゃあ、サンダーヒアル戦でちょっとだけ。まあ、一応マリアかな、つけたとしたら。ちょっと時間かかるね。誰か次に行きたいんだけど。めんどくさいね、こちら。こういう、ちょっともうちょっと万能系の、魔法が欲しいですけどね。まだかい。1ターンで1
たんで三原色与えてんじゃないの、なんでこんなかかってんの。はい、あーこれ540以上あるんじゃない、人ポイント、もしかしたら。うーん、やっぱうざいね。うーん、うざい。もう、ほんとこれ、時間、もう、ほんとに。いや、うざいわ、これ。ああ。はい。ああ。やっぱり、ああ、いったんで、200ちょいか、ダメージ。で、稲妻も防ぐから、アイス、黄金、黄金、毒系の攻撃は諦めようか。稲妻に強い方がいいでしょう。うん。ちょっと待ってよ。パーセント。50、52、59、55。もうちょっと上げたいけど、まあ。まあ、よしとして。そしたら、大地の剣を今売ってお金にするために取るか。こっちはいないと。まあまあまあ、これはもういいんだ。で、ちゃちゃっと倒しますかね。ラウンドウォーム、こう見ましょうか。ラウンドウォーム、特に弱点系はなし。まあいいや、これで楽しみましょう。当たるかな。耐性は特に特別耐性ないから、運が良かったら普通に当たるってことでいいんだよね。あれ、テレポの耐性があるときは、物質系耐性があると効かないってことね。そうじゃなければ普通に効くと。はぁ、綺麗だね。はい、さて、これ戻ったらまた入るってことはないよね。いいよね。じゃあ、このまま、119でいっちゃいましょう。あ、セーブしとけばよかったか。まあまあ、これ順番じゃないから、動物の中でもセーブできるから、いいか。別に中でもセーブできるんで。ちょっと待ってね。精神、なんだかんだで精神が一番高いんじゃないのこれ。精神26。精神10がね、何気にきついよね。知性だって一番高いじゃないのこれ。っていうことは、まあ、盗賊のことで外そう。あ、99% だ。これで一番魔法があるじゃないから、白魔法、黒魔法、どっちもリチャードが結局一番強いってことになっちゃうな。まあ、行きましょう。あ、白のノーブ絶対取るぞ、これ。上にある。白のノーブは必須だ。あ、ファイヤーよく使うから上の方がいいかな。ファイヤーよく使うからな。あ、上にあったのがいいかもしれない。で、魔法干渉がない、リチャードがどんだけダメージ出せるか。200超えるんだよね。あれ？なんかマリアが強かったな。まあいいか。乱数かな、これは。乱数ってことにしとこうか。まあ、リチャードかな。
精神36。素晴らしい。精神が36。じゃあリチャードのテレポはバンバン当たるんじゃないのこれ。さて、どっちでいいのかな。そしたら下行けばいいのかな。炎の盾一応取るか。炎の盾一応取るか。うわ、やばいの来た。逃げれるかテストプラス。逃げるんだ。あ、なんだ。逃げれるんだ。あれ？うん、こっちか。なんだ。あー、こっちも逃げらんないんじゃなかったっけ。逃げらんない。まあいいや、リチャードはね、白魔法のエース。おお、エースだ、エース。素晴らしい。リチャード素晴らしい。で、炎の盾は一応ね。難しいとこだね。なんか忘れそうだけど。なんか忘れそうだけど、怖いな。覚えておこう。忘れそうで怖い。ちゃんと引き、引きましょう。これは逃げれるっぽいから、逃げる。なんだ、逃げれんのか。そしたら、で行っちゃおうかな。どうしてものアイテムの方法。これは逃げれるのね。さて、一応セーブ。ファイヤーギガスでいいのかな。まあ精神の高さでご利用しですね。まあ当たるでしょう、精神が高いから。はい、そしたら、ここは、どこ行けばいいんだ？こっちにいいのかな？こっち行って、いいみたいだね。逃げらんないよね。あ、ファイヤーの位置、やっぱファイヤーよく使うから上げとこうか。ファイヤー位置調整した方が良さげだな。
の位置調整。迷うとこだね。こんな感じだな。こんな感じでいきましょうか。逃げれないっぽいかな。これでいこうか。逃げれないね。キマイラボスながら。まあそりゃそうだ。これは別にボスじゃないから。うん。悪魔の花は逃げれるね。で、逃げれるのかこれ。逃げれなかった時のために。ヘルファイヤーな。そう。ここは逃げれた。よかったよかった。さて。この大きさだったらリアルなぐらいの大きさだね。だって身長3倍ぐらいあるでしょ。170センチの3倍だから約170ぐらいだとして3倍で5メーター1センチぐらい多分ありますね。5メーター10ぐらい多分あるはずですね。多分ギガースケは5メーターちょいある大体の計算であると思います。そしたら次がサンダージガースね。あ、ちょっとリちゃんが死んでる。あ、そなんでこれムカつくのよ。ムカつくね。油断してた。いつの間にか死んでた。ちょっとどこだ。全体？あ、めんどくさいね。なかったけど多分岩石食らったのか。なんであんなに、なんであんなダメージ食らってんだ。そしたらあ、魔導士の杖っていいんじゃないのこれ。魔導士の杖。あー、なんも逃げられないパターンだねこれ。あ、ファイヤーが近くなってよかった。花だからもよく燃えそうだ。やっぱうん、そうだね。やっぱ弱いよね花。ゾンビはもちろん花もやっぱりよく燃える。魔導士の杖を取るぞ。
で、テレポで落とそう。あ、逃げれるのね。オッケーオッケー、逃げれた。魔導士の杖がおそらく上位互換でしょう。魔術の杖の上位互換のはず。そしてでも一応魔術の杖もちょっとした稲妻系で使えるから、ヘルファイヤーがもういいか。ヘルファイヤーは2軍だな。3軍ぐらいだな。壊れるしね、ヘルファイヤーは。ヘルファイヤー3軍だな、これ。使うタイミングがないのはシェル。今クリスタルでもう使わないな。ヘルファイヤーさっさと壊れてほしいな。10個ぐらいあれば余裕あるけど、今いつ壊れるか分かんないかな。1個だと。一応ヘルファイヤーこの辺ぐらいにセットはしとくか。ちょっと一段下げていく感じにするか。雲の糸もね、ほぼ使わない気がするけどね。で、シルがねいつか使いたいんだけど、あんまり使う道はないと。オッケー。まあちょっと整理したからセーブしとこうか。で、時間が30分か。よし、ちょちょちょっと行っちゃおうかな。で、ちょっとね、使ってみたいよね、魔導士の杖。まあ、これならば、あ、そうそう、ファイヤーで、キマイラに44。レベル8ファイヤーで44。で、毒だと、100。いいね。いいね。まあ、大地のドラムと使い分けって感じだね。いいね、いいね。あ、でも、ヒットポイントね、後半2000とかのやつザラだから。これでもね、4ターンぐらいかかるのかな。ちょっとまあまあまあいいや。でも意味はある。で、魔導士の杖、かつつ。魔術の杖、魔術。魔術の杖。で、なんかいいか。あー、なんか、本当はあれだね。テレポの方がいいぐらいだけど、まあいいや。ここまでダメージ減少そう。で、サンダーギガンスも倒し、これからサンダーギガンスか。今どこまで行ったんだ。いいか。そしたら、
ここに行って、ユニコーンの爪、エルメスに作らなきゃいらないか。で、オッケーオッケー、大体、大体よかった、道は大体よかった。あー、めんどくさいね、やっぱテレポした方が手っ取り早いね。うん、テレポが偉大すぎる。テレポの、まあ問題はだから、テレポが効かなくて逃げられない時が、まあどう処理するかがめんどくさいよね。でもこれならだって1分ぐらいかかるでしょ。雑魚戦一戦で1分はね、ちょっときついよね。てかまあ、もう、そろそろ終わってくんないかな、これ。ああ、結構辛いね。で？で？え？さて、3段目やったな。あれ？岩石かなんかやってくるんじゃない？ああ、いいか。そしたら、クリアの方に一応取っとくか。まあ、まあ、一応ね。一冊あってもしょうがないけど。にらみ！単体！オッケー。でも逃げれるっぽいかテスト。逃げれるかテスト、逃げれるよね。はい。逃げれるでしょう。え？ファイヤーの。これやろ。まあ、いいか。魔導士のつえ。まあ、花には多分ね、200でしょ。200の58。これで ?200 の58の96。まあ、ゴートスには、あれだね。毒斬りの方が強いと。まあ、先に悪魔の花を倒そうか。あ、ゴートスってあの、例のボスか。思ったけど。まあ、威力見ただけでいいや。これでいいや。まあ、宝箱の敵はやっぱ見えないんですね、さすがに。まあまあまあ。バッカスの先もお金に変えようか。そしたら、そうですね。まあ、逃げれるかテスト。逃げれると。まあ、一応取るか。スローとかあんま使う意味はないけどね。十字架はいらないな。で、まあ一応黒のローブ取りましょうか。どうやっていけばいいんだこれ。こっちか。あー、もう一回いた。ホワイトドラゴン。耐性持ってない限りは効く。オッケー。まあこの感じはここでこいつかな。いや、黒魔法のやっぱあれか。黒魔法のダメージ上げ狙いで。
で魔法防御のパーセント、あー52、75、60、いいね。腕になんか装備するか、盗賊のこと以外。あーいや、あーまあいいか、パーセンテージがいい感じになってきた。リチャードはもしかしたら石化するかもしれない。もうパーセンテージがね、いい感じで上がってきたから、オッケー。でもまだリチャードは、まだリチャード離れないよね。なかなかいい演出、綺麗だね。赤、青、紫かな。赤、青、紫系の火花が。で、吹っ飛んだと。で、布団が吹っ飛んだと。そしたら、いつもはトゥルー、トゥルーってやつね。さよならミンゴということで、さて、ちょっと待てよ。さて、力、ちょっと待って、力じゃないよ今回はね。何よりも今回のプレイで大事なのは知性と精神ですよね。あ、誰上がってるか、精神、ちょっと待って、誰上がったか見てない、あ、見る、すぐ分かるか。さあ、誰が上がった、お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 、あー、精神、いいか。精神は誰でもよかったんだよね、正直なところ。精神については、まあ、よかったか。問題はね、知性については絶対にマリアが上げたいんだよね。精神、明らかにフリオニールが上がったね。フリオニールが精神が上がった。じゃあ、知性は絶対にマリア上げよう。ちょっと待てよ。30になるんだね、白のローブで。じゃあ、知性は絶対にマリア上げよう。ね、ファミコン版はこういうセーブができないんで特権ですね。マリアが、25なんで35になってれば OK。 マリアが35になってれば OK。 35になってない、なんだ、誰がなった、なんか リチャードっぽいな、なんかリチャードっぽいな。多分リチャードっぽいな。リチャードだな。
さあマリアが35になればいいんだね。マリア35来い。今度は誰だ。ああガイ、ガイはダメだ。ガイはあかん。マリアが35になるまでやる。マリア35、マリア35になってない。マリア35になってない。マリアが35になるまで。うっ、あーダメだ。だ、あれ、これフレームウィールまた上がったの、これそういうこともあんの。え、同じ人が2回上がることあるんだ。でも知性に関しては絶対マリアなんだよな。知性に関してはマリア。氷来てないね。35じゃないとダメだからね。失敗したね。あ、なんか時間結構経ってるな。知性に関してはマリア絶対、これは絶対譲れない。知性35、オッケー。知性35の、フリオニールが、精神が、でもこれ白のローブくれ切れば30、オッケー。白魔法はフリオニール、黒魔法は、マリアがメインで行く感じで、オッケー。そうですね。で、あとは多分、あとは多分どうでもいいステータスでしょう。このプレイでは全く関係のないステータスでしょう。素早さか。誰上がったか、誰上がったかだけ見ようか。なんとなくフリオニールなのかなって感じ。なんとなくフリオニールっぽいよね、これは。多分おそらくフリオニールでしょう。まあいいや。あとはもう力、誰でもいいね、これは。よし、もうこれは確認しなくていいや。で、いいんですね。ちょっと待って、他なんか上の方に何かあったりしないか。何もない。OK。あ、これやっぱぶつかるんだ、ここ。そしたら、OK ですね。まあ、やっぱセーブロード、やっぱずるいですね。ずるいね。よし、なんとか戦える感じのステータスになりましたね。10、やっぱ10、この、上げるチャンス、ここしかないですからね。まあ、きっちり上げるしかないですよね。で、街がぶっ壊されてると。ここもぶっ壊されましたね。逃げれるっぽいけど、一応、まあいいか。白魔法は、ちょっと待って、まあいいか。黒魔法があれだね。ヘルファイアぶっ壊そうか。ダメージ確認。まあ、こんなもんだよね。で、こんなもんだね。で、マリアが、いや、ないので、まあ、5だからこれも弱いでしょ。で、マリアが一応、精神、知性が今結構上がってるから、200ぐらい近く出るのかな。まあまあまあ、こんなもんか。悪くないんでしょう。
あ、なんかヘルファイアぶっ壊すよ。なんかヘルファイアが壊れるな、そういうの。やばい。あー、ヘルファイア壊れたかな。まあ一応あれだね。まあでももうちょっとで飛竜が手に入るからいいのか。でフィンの町は一応大丈夫なんだね。何か面白いもの売ってる？ミニマムとか売ってるのかな。ミニマムはちょっと買ってもいいかもしれないね。ナイトの鎧に大地の剣、コーナーの槍、巨人の家具と戦えないから兵士の方もいらない、巨人のこともいらないと、ばっかじゃないはいらない。まあこんなもんですかね。試しで後で使ってみようかな。一撃で倒せるんだっけな。ちょっと待ってね。一回セーブして。ちょっとお試し、ミニマムの本の、一撃必殺で倒せるのか。一時変化じゃなかったかな、ミニマムって。遠いな。近いところに置いとけばよかった。近いところに置いとけばよかったかな。あ、ここはあんまりあれだから。この二人で使ってみようか。ちょっとお試し。ミニマムは、ああ、一撃で効くのね。オッケーオッケーオッケー。で、ヒット率は、やっぱテレボの方がヒット率高いかな。まあまあまあ、そこそこ当たるのね。オッケー。まあいいや、ミニマムも、ちょっと待って、ミニマムお金あるだけ買っとくか。補助魔法として、テレポよりは弱いけど、あれや。スルオの本ね。使うことあんのかな。ちょっとぐらい買っとくか。多分あんまり、てかこれ意味ないな。回転数下がるから意味ないな。まあいいや、買ってしまったからいいや。じゃあミニマムの本も結構使っていく感じでいきましょうかね。ミニマムもガンガン使っていくか。思ったより大地のドラム使わないかなって感じがするね。ちょっと待てよ。大地のドラム、大地のドラム言うほど、ファイヤーの方がなんだかんだ使うな。
で、ミニマムも一応メイン系ってことでここに置くか。で、ヘルファイヤーがぼちぼち使わなくなりそうな感じだから。でもね、サンダーもね、一応上の方には置きたいんだよな。サンダーもなんだかんだね。ちょっと待って。クラウダの方はもういいな。クラウダの方はもういいや。出番がない、あんまり出番ないはずだ。で、フレアの方もそこそこ上にハトハトのために置いとこう。で、メイン、ファイヤー、ミニマム、テレポ、メインの、どうしても時のホーリー、これが、16だから結構使える。ブリーザードで、魔術の、まあ、魔術だな。これもヘルファイヤーはいいや。ヘルファイヤーは、ちょっと、後ろ側にして、で、ブリザード?ブリザードが、どこ行った?サンダーか。ん?ブリザードはある上に。ブリザード。ヘルファイヤー下の方がいいね。で、いざって時の賢者の術、聖者の心は上の方に。で、で、クラウドの本は売りましょう。もうこれはもう多分あっちの方が強いから使うことなく終わっちゃったな。まあまあこんなもんかな。よし、なんかよくわからんけど多分こんなもんでいいでしょう。ああ結構いい時間になってるな。次はどこ行くんだっけ。竜巻か。ただね、フィンジョに一応たまには寄りましょうか。フィンジョの宝箱取ってないな、そういえば。いいかな。あ、やっぱここに来るべきだったのかな。あ、で、飛竜になんとかってことか。で、レイラが生きてたと。で、なんか、飛竜に、なんたら、鏡の間かなんだから行かなきゃいけないのかな?ここは多分。ペンダント、鏡の間でペンダントを使うと。鏡の間でペンダントを使ってみましょうか。鏡の間どこだっけ?なんか、とかこの辺から行くんじゃなかった?あ、こんなところで。あ、違う違う違う、あ、まあいいか。これでいいか。よし。あれ、なんかどこ抜け道あるんだっけ。いや、先に鏡の間に行こう。あ、こっちか。鏡の間はどこだ?こっちではない。こっちかな?この下だったような気がするな。この辺でしょ。なんか下の方にやってしまったな、全部。ペンダントを使うの忘れてた。そしたら、なんかポールの家にも行くらしいな。
で、ついに竜騎士と飛竜が揃ったってやつだね。あ、ムービーだった。あの、例の、あれだね。どこだっけ、あそこの洞窟の泉に植えた、あれが孵化したわけだね。あと、あったかくないと孵化しないんだね、この卵は。ディストの洞窟だね。成長早いな。そう、ついに竜騎士とヒリが揃ったと。そしたら、そしたら、こっちはレス、トード、ブレイク。使うかもしれない。売り物じゃないから大量に入手できないのがね、残念だけどね。まあ、後でも来れるし、こんなもんでいいかな、今回は。です。ウェアマスターはいらないと。あ、で、これで飛竜が、もうこれで飛竜とヘルファイヤーは一緒でしょう。ちょっと飛竜とヘルファイヤーの効果の違いを見て、そこで終わりにしようかな。飛竜とヘルファイヤーの、レベルの違い確認をして、カード6、大丈夫か？あ、リチャードあたり危ねえか。おっと。時間も結構1時間ぐらい経ってるな。まあまあまあ。16なんだ。これは、おぉ、素晴らしい。まあでも何か耐性ボール持ってそうだけどね、今回に関しては。でも先生は厄介だな。さて。なんだっけ、何をしようの？そう。調べたいのは、飛竜と、ヘルファイヤーのレベルの違い確認。炎7。いいね。これで壊れないんだよね。でも完全にヘルファイヤーも、ヘルファイヤーも一応、何人複数で使えるから、まあ、って感じだ。でもファイヤーの本でいいんだよな。じゃあヘルファイヤーはまあ、お役御免かな。難しいとこだけどね。じゃあまあヘルファイヤーはお役御免。どうしようかな。迷うな。下の方に一応残しとくか。いやもうめんどくさいからさっさと倒しよう。オッケー。まあ大体わかった。大体わかった。やっぱね、精神40ぐらいやると素晴らしいね。まあまあ、わかりました。ということで、一応あれか。ポールの家に行ったぐらいで、だいたい1時間かな。ベッドの横の壁。金の髪飾りは当たりかな。どっち返したんだっけ。まあ、ヘンストはいらないし、オーラもいらないんだよな。使い道がもうない。
ドヤマスターはいらない。でも大体こんな感じかな。飛竜はね、もうこれで飛竜は壊れない系としてはかなりいい位置に来ると。で、パイチンドラムもうちょっと優先度は高めるか。で、ケールの本とかが、まあ、こんな感じかな。で、ポーション、マイポーション、フレア。装束もそんなに魔法干渉ないはずだな。あれ力出す気、ちょっと待ってよ。5275、魔法防御のパーセント52一緒か。クロス装束の方がちょっと、じゃあね、最終的には白のローブつけなきゃいけないのか。最終的には白のローブつける予定なんだな。まあいいか。これはこれでまあいいや。それはまあいいとして。ちょっと待てよ。ファイヤーミニマムの方行けるか、大事なのは、飛竜。で、魔術の強む予備軍だな。で、ブリザードサンダー。フレアは最終的に上がってきそうだから上げとこう。でまあキャールは使うことないな。まあこんなもんでいいかな。こんな感じでいいかな。こんな感じで一段下げて、上に行けそうなやつあんまりないな。あんまりないな。トードもうーんって感じだね。計算の上も一回でなくなるし、まあ、一応裏切りの際ぐらいは見とくか。こんな感じでいいかな。こんな感じでいいかな。これでいいかな。スローモッチを上げとくか。こんな感じかな。あー1時間超えた。まあこんな感じでいきましょうかね。ちょっとね、フィンジョーの宝箱を全部あさろうか。特にいいのがなければそのままいいけどいいけど。フィンジョーの宝箱は、いや大したもんないな。いや大したもんないな。どう？フィンジョーは別にいいか。大丈夫かな。大丈夫かな。だな、大丈夫だな。フィンジョーも大体取ったな。オッケー、じゃあ次は竜巻なんで、じゃあちょっと待ってね。次竜巻ですね。
1時間ちょっと超えたけど。あと、逃げれるかテスト。逃げれると。覚えとこう。よし！では次は竜巻から、やっていこうかなと思います。じゃあ今回は、今回は何をしたんだっけ？ミシ、スイバイヤさんから、ミシリアの塔を攻略したところが終わったんですね。じゃあ次回は、竜巻からやっていこうと思います。じゃあ、今回はここで終わります。ご視聴どうもありがとうございました。